感じの仕上がりですか。うん、1枚目と2枚目よりは大人っぽいかなと思います。18歳、もうすぐ18歳になるセクシーなところが全部に入ってますという感じですか。このジャケットのやつがマッサージされるシーンで、隣が海が透き通ってて綺麗、大きな水着がありますけど、プール何してますか。プールに座ってる。座ってます。水着はこれが一番セクシーだと思う。一番セクシーですね。他で見たぞ。ニット柄が可愛いです。2枚重ねてます。ゆるふわな感じがいいですね。何だろう、パステル調の淡い色、色使いが素敵です。一昨年流行ったチャームポイント全部ちょっと意気込みというか抱負というか、欲しいものも含めて、抱負？抱負って何です。18歳どんなふうに頑張るか。なんかよくロリって言われるから、大人っぽくなれるように頑張ります。将来なんか夢とかございますか。将来の夢、有名になる女優、歌手、グラビアとモデルさんになりたいから、木村彩音、目先の彩音見てください。バイバイ。